石川近代文学館4校、記念碑石川近代文学館は、石川県金沢市に所在する、道県ゆかりの文学者に関する、博物館である。4校記念文化交流館に付属している。1968年を館長に迎え、日本近代文学館に次ぐ、日本で2番目の総合文学館として開館。1986年に、 隣接する、旧第四高等学校の建物を利用していた、石川県立郷土資料館が、ホンダの森公園に移転拡張するのに伴い、現在地に移転。当時は、建物全体を使用し、11の常設展示室と、特別展示を行う、特別展示室のほか、旧第四高等学校の記録を保存した3つの4、高記念室があった。 2008年4月26日に四校記念文化交流館としてリニューアルオープンし建物の正面から見て左半分は無料ゾーンの四項記念館に右半分が有料ゾーンの石川近代文学館となった2008年のリニューアル前は石川県が財団法人石川近代文学館に建物全体の管理を委託し 同財団が文学館の運営を行っていたが、リニューアル後は、石川県が建物を、公の施設として、管理運営を、直接行い、文学館エリアの運営を同財団に委託している。石川近代文学館金沢駅金沢市における、1ガイダンス室に、常設展示室5、文学サロン1、企画展示室1からなる。ガイダンス室では、 石川県の風土と文学の関係、金沢の三分号と呼ばれる、泉京花、徳田修正、室生再生の同時代生や、相互の関わりが解説されている。常設展示室では、三分号をはじめかが、のと、金沢の作家の著作や遺品などを展示。文学サロンは、東京、真後目にあった、室生再生の書斎が復元されている。 4校記念文化交流館交通アクセスを参照 AB4 校記念文化交流館条例再生コレクションハット AB 石川近代文学館リニューアルの基本的な考え方について新拠点幻想的にライトアップ4校記念文化交流館が開館北国新聞2008年4月27日ありがとうございます